Thank you, Jackson. Yeah, Chris. Yeah, Chris. Were you in my bedroom for any reason this evening? I was looking for something that lost. I'm going to make some tea. Would you like some? No, thank you. I just don't know what's on your mind. Come with me and have some fun. Perfect. プロポーズした？まだおかしいんじゃないの？いや、ちょっと焦ったかな。これが恋ならきっと許される。年下の男性との忘れかけていた胸のときめき。初めて知った大人の恋、初めて知った純粋な愛。プライベートレッスン。思わず見入ってしまう凛々しさ。ご存知、人気アイドルグループ SMAP の稲垣吾郎君。今回この映画の主役に抜擢されたのが彼、稲垣君なのです。吾郎君自身、映画の主役は初めてとは言うものの、映画やテレビドラマの出演は経験済み。その演技力の高さに関係者の期待は厚い。一体どんな映画に仕上がるんでしょうか。楽しみ。年上の女性とまだ成長しきれない少年との出会い。少年は成熟した美しい女性に憧れ恋心を抱く。吾郎君が扮するのは主人公の少年佐藤健。少年が憧れる美しく魅力的な女性に扮するのは、映画金曜日の別荘で主役を演じたポーランド出身のモデル、ジョアンナ・パクラ。怪しいまでに魅力的な彼女、少年佐藤健はどんなプライベートレッスンを受けるのでしょうか。プライベートシーンレッスン1 in a French restaurant。 9月7日、記念すべき20日を合わせ、都内のフランス料理店が最初の撮影の舞台。相手役のジョアンナがすっかりリラックスしているのに対し、主役の吾郎君はかなりの緊張気味。緊張、緊張。通訳と打ち合わせしているジョアンナをよそに、カチンカチンに緊張しまくる吾郎君。大丈夫かな。今回のこの映画はハリウッドの映画を日米合同のチームで制作するという夢のような試み。真剣な表情でモニターを覗き込むこの人こそ、今回の映画を発案したアメリカのプロデューサー、ベン・エフレイム氏。
周囲には張り詰めた空気が漂います。監督は泉誠二監督。いよいよ撮影の開始。よースタート。おおマダム、お肉に美味しいのはレッドワインでございますよ。彼女は白ワインが好きなんだから白ワイン持ってきてよ。はい、かしこまりました。今の音良かったね。あとどうやってやったんじゃ。わかります。ウェーター役はポール・マキさん。軽いジョークを飛ばしながらの演技に緊張気味だった現場の空気が一気に和んだようです。ポールさんの動作に笑いをこらえきれないジョアンナ。その用意スタートが起きたんですか。マスマ。いやマスマ。ごめんごめんごめん。俺もう一回んだと思った。すいません。あそう。終始和やかな現場。どうやら彼の芸に通訳は必要なかったみたい。無視はアフターディナーのミントラでいかがでございましょう。感情だね。はい。Private Sea Lesson 2 Swimming。伊豆高原のプール付き邸宅での撮影。大勢のカメラマンに囲まれ取材を受けている水着姿のジョアンナ。どうです、この堂々たる態度、スターの風格さえ漂わせています。いや寒そうですね、五郎君。ソフィーとケン、プールでの出来事を撮影するためのいでたち。どんな泳ぎを見せてくれるのでしょうか、楽しみです。なんで OK ですよ、俺何でもやりますよ。何だって、まだ入らないよ。泳ぎの説明を受けているジョアンナ。冷たい水が待ってるのにこの明るさ、根性あります。まずは五郎くんの泳ぎのシーンじゃなくて、この方は助監督さん。泳ぎのタイミングを測っているんです。なんでお前ずれんだよ。もっと左だぞ。え、もっと左。もっと左。あの位置、あの位置。ジョアンナも真剣。ついたらね、カットする。一方、五郎君は準備待ちにちょっぴり退屈してしまったようです。見ている方まで身震いしてしまいますよね。しかし、ストーリーの設定は真夏。あ、wait、違うな。大丈夫大丈夫。こっちがどっ？手で引っ張るか。Okay。 What you told me deep? No, no, not deep. Not deep. この冷たい水も熱くなってしまうくらいのシーンがこれから撮られるんです。おま。はい、ビデオ回して、はい。また。はい、カメラスタート。おま。シーン69、テイク2、A カメラ。ゴー。ゴー。69、テイク2、B カメラ。ゴー。ストップ。アクション。
ゾクゾクするぐらい魅力的なソフィー役のジョアンナ。このジョアンナを相手にどんなシーンが撮られたのかというと、ジョアンナさんはですね、すごく初めはなんか映画とかで見たことあって、すごく役 その映画の役のイメージがなんかあって、すごくなんかもうちょっとなんていうのかな、ツンツンしてるような、うん、すごくなんかねすごくお高いような、うん、すごくその金髪の、うん、美人の方かなと思ったら、意外とその会ってみて結構すごくね、アメリカっぽいっていうか、すごく陽気で、すごくなんかふざけてなんか、うん、だからお互いなんか会ってる時とかはなんかすごくシリアスにならなきゃいけないのに、お互いふざけちゃったりとかして、結構その辺がなんかダラダラしちゃってなあなあになっちゃって大変なんですけど、でもすごくなんか陽気で気さくで、うん、面白い方です。I like working with Goro very, very much. Besides being a very talented young actor, he's also extremely attractive. And we get along very well, and it's just really great. 実際はですね、うん、あんまり、うん、すごくやっぱそういうなんか年上の女性とかって、絶対僕らの年代ってすごくね、憧れとかすごく夢に思ってるみたいな部分がすごくあると思うんですけど、だから実際でね、もし僕がそういう女性がなんかね現れたら、イチコロじゃないですか、うん、と思います。 If Goro asked you to go out with him on a date, what would you say? I would say yes. Benjamin. If he asked you to go out on a date, what would you say? Yes.Private Scene Lesson 3 Friendship。 この日の撮影の舞台は原宿竹下通り。ただでさえ若者が多い町原宿、超人気アイドルグループ SMAP の一員稲垣吾郎君と中居正広君が歩くのだから、混乱が起きる可能性は大。それだけに今回の撮影は短時間に終わらせる必要がありました。何の問題もないように見えますが、実は五郎君と中井君の周りはエキストラで固められているんです。お前舌も使ったのかよ。おい、え、いやでもお前のことだから不潔に思ってそんなことできなかっただろうけど、そこまではまだ準備できてないんだ。そうかい、そうかい、俺に任しときな。な、俺に任しときな。何、いいから来いって来いって。何、えっ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、いやいや大変ですね。そうです、ゴロ君とは何回かドラマなんかでもコンビを組ましてもらいまして、何回かやってるんですけども、なんかそのイメージがすごく強いんでね、そのイメージを変えた方がいいのか、そのままでイメージでいけばいいのか、なんか結構迷ったりしてるんですけども、やっぱりいつものなんか、うん、いつもの普段の通りの感じで、五郎君が引き立てばいいんじゃないかと。おや、いや、なけん、え、お前彼女のこと好きだろ。そんなことないよ。いやそうだね、お前に傷ついてほしくない。俺たち友達だろ、友達が傷つくなんて嫌だからさ。お前が気にしてくれるとは、ね、そりゃもちろんだよ。心配すんな浩二、俺は大丈夫だ。
稲垣吾郎くんが演じる佐藤健と中井正広くん演じる金子浩二とは近所の友達同士、息もぴったり合っている様子。中井くんね、それ以上こっち来ないで、なるべくこっち目でやる。ソフィー、あいつは、僕もね、性格にこういう性格、ね、陽気な、陽気だと明るい性格してますから、困ったらハロー、グッドモーニング、もうこれしか知らないですから、ハローとグッドモーニング、あとアイラブユーしてますから、アイラブユーとかあんまり言っちゃうとね、うん、困っちゃうけど、ほろっと言っちゃったらまずいな、うん、結構惚れやすいタイプみたいなんで、ね、彼女がねいやいや、それはちょうどね、ですから、なるべくコミュニケーションあんまり心的にはあんま絡みないんですけども、こういう休み時間とか休憩時間にコミュニケーションを取ろうという努力はしています。はい、取材陣が遠巻きに狙っているのは、五郎くん、中井くんの先輩で男組の一員でもある岡本健一くん。なんと植木職人の役でゲスト出演。粋ですね。ボクサーの役で、当時っていうのはそのことを県から聞いてる話だけですけど、あ、ボクシング新次郎の石さんってなるわけです。岡本、五郎、中井を含めての入念な打ち合わせ。打ち合わせの後はいよいよ岡本くんのパートの撮影。ロックアーティストが植木職人、そのギャップが渋い。カメラスタート。それにはスモール A、テイクワン。NG。 岡本くん振り返るタイミングが早すぎた。あ、ケンちゃん、こんにちは。監督が出てきてそれぞれのタイミングを指導。今度試合見に来ますから。ああ、あのボクシング、あの新庄の石井さん。あったね。でもまた帰ります。見合って笑って、じゃあすごく強いで、向こうの方歩いてぐらいで勝つ。で、なんかどうしてもこう、なんか腰いつもこうなったこらこら、NG 出したんだからシャキッとしなさい、シャキッと。さて本番、今度は頑張ってね。こんにちは。こんにちは。今度試合見に行きますから。ああ、ボクシング、あの新人王の石井さん。はい、よかった。はい、今度は OK。 撮影って大変ですね、五郎くん、中井くん。 A で行っちゃうでしょ。 B でいいんじゃないかな。ケンちゃん、こんにちは。こんにちは。お兄ちゃん、お兄ちゃん、あんまり車近づかないでね。洗ったばっかりだから。はいはい、はい。何しゃあんな、この野郎。お前なんとか言ったらどうなんだよ。はいはい。それではここで特別サービス。岡本君のファンのために映画ではカットされたシーンをお見せしましょう。お前なんとか言ったらどうなんだよ。え、はい、ここまでが映画のシーン。実は運転手の江本さんに水を引っ掛けるシーンもあったんです。バカ、バカ、バカ。なかなかちょっとミステリアスな感じがいいんじゃないかな内容的にもね、今こうなんか男と女の関係とか、そういうセックスとか性に対してのこう、ね、低年化とかなってきてるけども、この映画とかは本当にそういうのをすごい純粋に捉えてて、だからある意味でこう、すごくいい、すごいいい
こうラブストーリーなんじゃないかなと思いますね。うん。Thank you, Ken. It was a very lovely evening. It's time for me to go to bed.剣の父親である佐藤健の部下で大場役を演じているのは個性派俳優柄本明さん。最近監督業にも進出し演技に一段と磨きがかかっています。しかしこの大場という運転手なかなかのくせ者、不可解な行動が気になります。盛り上がりを見せるケンとソフィー。しかし大場の怪しい影が見え隠れする。何でもだよ。だったらさ、俺のこともう少しさ大事にしてくれてもいいんじゃないの。もちろんだよ。友達だもんな。親友だよ。どうしよう。ソフィー、どうしたらいいんだよ。ケンと大場、大場とソフィー、ミステリアスに展開する物語にハラハラドキドキ。果たして大場の企みとは何か。それは感謝してるよ。別に何も考えたことないんですよね。そんなに、あんまり事前に何かを考えるってことをしないものですからね。逆に言えばそういうふうなことを割と考えないようにしてるたちなんじゃないかな、うん、忙しいでしょ。あれがやっぱりこの映画だけだとね、だからかえってなんか同情しますね。顔出しとかそういうのが割と個性的で、昔のなんかローレン・バコールとかね、キャサリン・プバンとかね、なんかいわゆる可愛い子ちゃんタイプじゃなくて、とかリチが勝ってるようなね、流れがそっちへ来てるのかなっていう感じを受けますね、うん、いいね。ケンの父親、佐藤健役を演じているのはベテラン俳優夏木陽介さん。渋い中年を演じさせたらピカイチ。バスローブ姿と毛並みのいい犬、なかなか似合う方はいませんよね。今その人種問題とかね、なんかそういうの全然我々もこうしょっちゅうフランス行ったりヨーロッパ行ったりアメリカ行ったりしてるけども、今その国境っていうのをほとんど僕たちも感じてないしね。だからその外人だから日本人だからっていうのは全然何の抵抗もないし、ごく自然だと思うな。非常に明るくてね、健康的でいいんじゃないかな。結構芝居もしっかりしてるし、いい上がりが良くなるんじゃないかな。僕も期待してるんですけどね、上がりがいいように。しかしお前が成功したってのは驚きだな。ナステ、お前はどうしようもなかったけどよ。大場の父親役を演じているのは花はじめさん。怪しげな大場に対しいかにも善良そうな親父を演じています。よかったよな、おいが成功して。だとも成功しなくても自分の息子は可愛いべ。冗談でねえよ。ここにもぴったりの役どころ。ケンがコンドームを買いに来る薬屋、その店員に扮しているのが高田純次さん。いろいろ種類があるんですが、これが今週の特売品です。1ダース3000ですよ。あ、じゃあ失礼する。ありがとうございます。じゃあおいくつ。いくつって。1箱12個入りですから、お客さんの若さだったら10箱ぐらいどうですか。プライベートシーンレッスン4、A Pretty Dog。 この大きな犬、ケンの愛犬ベティです。ケンが寂しい時、一人ぽっちの時、いつも話し相手になってくれた親友でもあるんです。その撮影シーンを撮るためにまずは犬になれる訓練。座って座って。
そんなに怖がってちゃダメでしょうが。噛まないから絶対に。五郎君、もうベティになれようと必死。でも相手は動物、なかなか思うように動いてくれません。ベティ、人間と違って動物相手の撮影はとにかく大変。ああ、嫌われちゃって。さて、やり直し。嫌がって逃げるベティ。しまいには水まで飲み出しちゃって。しかし大物。飲み終わったところでもう一度と思いきや、あ、今度は助監督さんの後をついていっちゃって、またまた撮り直し。すっかり疲れ気味の五郎君、近寄ってきたベティに再度のトライしますが、どうも噛み合わない。バラベティ、ベティどうなっちゃうんでしょうかね。今度は遊び道具を持ち出してベティのご機嫌を取ろうとする五郎君。そんな気持ちも知らず、またまた水を飲み始めてしまうベティ。ベティ、言うこと聞いてくれよ、怒るぞ俺。五郎君の努力にベティもついに観念。ようやくうまくいったようです。お疲れ様。Well, you know, I didn't see the original film, which was called Private Lessons, because I didn't want to have any preconception about the character. So I really don't know. I'm treating this character as I was seeing this character for the very first time. And for me, Sophie is, from what I'm even hearing from Ben, how the picture was shot, the original picture, I think this is completely different.Character that Sophie from the Private Lessons. I think this character is much more charming, much more innocent, more less cynical, and probably also less predictable. How do you like Goro? Well, I like him very, very much. You know, he's very sweet to work with, and you know, we've just been shooting 1 week, so we're just starting to get to know each other, and it's been very, very comfortable.Well, do you want to watch me undress? Ready? Still with me? Pardon? Do you want me to continue? Private Scene Lesson 5, An English Conversation. 今回の映画で五郎君が最も苦労したのが英語。何しろソフィー役のジョアンナとの会話シーンは全て英語なので、暇を見つけては特訓を受けます。とはいえ、五郎君もこの頃になるとかなりリラックスして撮影に臨んでいる様子。No. Why do you ask? I mean, why don't you come and visit me tonight after? 真剣な眼差しで本番、見つめるソフィー。カット。何照れてるの五郎君、これは演技なんだよ。
はい、どう。すっかり仲良くなった五郎君とジョアンナ。ジョアンナと結構強く言う。どうですか？五郎君も真剣に復調。But Ober is out of the way now. But Ober is out of the way now. You don't have to worry. 多少これやればもうちょっとこれやる。OK です。任せてください。非常に僕に近いと、分かりやすい世界であると、分かりやすい話であるということで、まあ、見守ってるんですけども、本当になんかこう生き生きと演じてますしね、その少年から大人になって、ひと夏体験してなっていくという、そういう、まあ、微妙なね、まあ、お芝居なんかも非常にうまくやってますしね、感心してますよね。今回もまあ、こういうふうな軽いタッチのラブコメディですよね。でやっぱり稲垣君との、まあ、年齢の差がだいぶありますんでね、彼女は、まあ、そこら辺のやっぱ役作りにかなり苦労してるみたいだけども、もうこう一月近くこう撮影やってますとね、本当に稲垣君とジョアンナのこう息が合うというか、撮影以外でもこう傍から見て、羨ましくなるほどね、仲良くやってますしね。でまあ本番入ってもね、まあ、呼吸がぴったりっていうんですかね、そういう意味で2人ともすごくこの、まあ、台本を、まあ、よく読んでるなと。でそれ以上に2人のその今のコンディションというか精神的なコンディションとかも含めて実にうまくいってるという気がしますね。ラブシーンは何か所かあるんですよね。でもちろん稲垣君もがやるんですけどね、まあ、ある視点に引っかかるようなね、映倫で作品になると稲垣君のファンはもちろん入れなくなるし、何か所かちょっとショッキングなシーンがあるかもわからないけども。 Come in. What are you doing in my father's bathroom? I didn't think he would mind me using his plumbing.Come in. Would you like to wash my back? Would you like to join me? Would you like to what? Take a bath with me.My clothes will get all wet. Do you usually wear clothes when you're taking a bath? No, not usually. It'll be an adventure. Well, the movie to be a youngish romantic comedy, the way romantic comedies were done in the 40s and the 50s. Tender in the relationship, no major.Outrageous laugh, those are really minimized, but really likable characters that you care about, and that's really what is important here, that you care about the people that you see, that you like them, and that you want them to be happy, you know. And if we achieve that, and I think we are achieving it, you know, we will be much ahead of the game. The old Private Lesson was purely about sex. The new Private Lesson is more like about romanceand two people from totally different cultures, you know, falling for each other. 42, take one. この映画の大きな魅力の一つが音楽。人気グループリンドバーグも入念なリハーサルを繰り返し撮影に臨みました。力が入ってます。Yeah.
Private Scene Lesson 6 A Big Residence この映画に登場するケンの家に注目すごい豪邸ですねとても日本とは思えません一体どこにこんな家があるんでしょうかはあ、ため息主人公の家っていうのがあのプール付きの豪邸であのかなり日本ではなかなかありそうもないような設定だと思うんですから、それをまずあの設定する家を探すのが非常に難しかったです4箇所全部で4箇所それをあの結びつけてあの大きな家に見立てるというふうにしたわけですまずは伊豆高原のプール付き豪邸夜のプールでのシーンはこの家の庭を使って撮られたものですテーブルカウンターがついた豪華なリビングもこの家にあるもの見れば見るほど羨ましいねこれはケンの部屋のイメージその通りに作られた部屋さてここは群馬県前橋市広い門構えの家にリムジンが到着いかにも豪邸らしい雰囲気を漂わせていますこちらは東京世田谷区赤堤屋内プール付きのサンルームはここで撮影されましたペンスタジオソフィーの部屋はここのセットを使いましたとてもセットには見えませんねこの広いバスルームのシーンここの部分はなんとプロデューサーのアメリカの自宅で撮影されたんですこれが自宅だなんてねブロー君が取材を受けているのはアメリカの人気テレビ番組エンターテイメントトナイトこれで五郎君も国際スターの仲間入りそんな中撮影もいよいよ終盤へと差し掛かろうとしています五郎君の疲れを癒そうと気を使う監督この気配りが嬉しいなんだじゃあ出したね。ここはさ、ちょっともう大場の話でうまくいったよと。ソフィーに協力しようと頼んだ。でその後大場といろんなやり取りやった。うまくいったんだよ。お金分取ったし、おかしいで。仕方ないよ。やるかみたいな。そういう表情です。はい。撮影の合間、熱心にセリフを繰り返す五郎君。五郎君も必死なら、裏方さんも必死だ。ソフィー What are you? What? 発音は難しいよねソフィー What are you doing? はっきり今ね、はっきり言って、胴体なんですけど、あとは入れるよ。で、歩き出す。OK。はい、本番。いけるな。はい、ごめんなさい。本番の時はちょっと止めて。はい。ソフィー? Ken? What are you doing? 右は一番、もういよいよ大詰め。スタッフにとっても緊張の一瞬だ。延長は構わないで。五郎君にも入念なメイク静かな表情だが心の中は高ぶりを見せているに違いないさあ最後の見せ場 But over is out of the way now You don't have to worry Still I don't understand why I let him talk me into this I need to figure things out Okay
on my own. I need to go. I miss you. We'll always keep in touch. Oh! Hey! Okay.こうして2ヶ月に及ぶ撮影は無事終了。いかがでしたでしょうか。プライベートレッスン、その撮影現場の裏側。ハリウッド映画を日本の監督、スタッフ、そして役者でという夢のような試み。掛け声一つとっても用意、スタート、アクションと常識破りの日米ごちゃ混ぜ方式で撮影された映画は世界にこの1本しかないはず。稲垣吾郎くんも映画初主演ながら大健闘。共演のジョアンナ・パクラさんとも息が合った演技を見せてくれました。いろいろな人たちがこの映画のために力を出しました。最初は作品の大きさに押され気味だった稲垣くんも、撮影が進むにつれみるみる成長していき、堂々たる役者の風格を身につけていったのです。英語が飛び交う撮影現場、言葉の壁を乗り越え心で理解し合えたことが出演者やスタッフの絆を深めました。プライベートレッスン、あなたもこの甘く切なく、そして行っちゃう恋の行方を見にいらっしゃいませんか。